はい、本日は南勢さんに鉄の分別の仕方を勉強しに来ました。いろいろ細かいところまで教えていただきたいと思います。これはもうちょっとゴミなんですよ。うちもこれは取ってないんですね。今はもう正直なし、こっちカッティングして中のフィルター取ってから鉄だけ持ってきますね。みんな。これは多分プラスチックですね。ちょっと待ってください。これも一応外が金色になるけどプラスチックになるんですかね。男からしたらあれですね、プラスチック。全部プラスチック。プラスチックですね、これね。まあ、これはゴミなので、はい。これは鉛ですね。はい。鉛は鉛で持ってきてもらって、分けた方がいいですね。分けた方がいいですね。単価が全然違うんで。はい。これ鉄ですね。ああ、これこの人つくじゃないですか。もうこうなってしまったらもう鉄扱いになっちゃう、なるんですよ。じゃあ磁石に反応するやつは全部鉄でいく。はい。じゃあ基本的にですね、磁石と、はい、こういった小さいヤスリ、はい、もしくはこのサンダーで判断してもらった方がいいです。はいはいはい、これは線です、ね。これはですね、このチューブは線なんですけど、線の場合はですね、サンダーですから縛られてみますか。で、磁石当てて、つかない。で、サンダー持ってきて、火が飛ぶ。これは線なので、線は線。これはそのまま、あの、鉄くずで、もう、くず鉄扱いで、ニュースにマジ大丈夫です、はい。ちょっと不安だなと思ったら、切ってもらって、断面見てもらったら、うん、この皮膚、そんなに、パーセンテージないですよね。はいはいはい、はい。これぐらいであれば全然問題ないんで。なるほど。はい。これはもうハンガーとかと一緒ですか。そう。ハンガーもそのままもう、あの、受け入れてるんで。あまあそういうのはもう結構一番安いやつになるですよね。これ鉄くずで34円ですね。はい。これはアルミなんですけど、こっちが真鍮なんですよ。はいはい。ああ、これをそのまま出した場合、何扱いになるんですか。これもアルミの雑品ですね。雑品。はい、どうしてもアルミが多いんで。はい。これは、こういったのはもうそのまま集めて、袋に入れた方がいいかもしれないですね。うん、これって、多分これってあのかなりの確率で舐めるんですよ。はいはい、ここまではさすがに人権かけねえ。これ真鍮ですね。真鍮。オール真鍮。でもこういうプラスチックは、これは全然大丈夫です。はい、真鍮に関しては。こういったあの水道パイプ、はい、全般的に真鍮なので。はいはい、同じ、ね、はい、ああなるほど。これ真鍮なんですけど、ここがどうなんですよ。はいはいはい、極力真鍮に銅は入っていいんですけど、銅に真鍮混ぜたらダメなんですよ。黒にこれはちょっと徹底されてるんで、銅がメインのやつに真鍮少しでもいいだダメです。ああ、はい、なるほど。これぐらいだったらもう真鍮だったらいいんですけど、はい、どうやって見ようってるんですか。真鍮って削ったら分かるんですよ、はい、こういったあの金色って言ったらいいんですか、うん、ちょっと黄色っぽいって言ったらいいんですか、はい、これが大体真鍮なんですね。聞いてないですか。はいはいはい、全然違うんで、はい、なるほど。これはどうなので、はい、思ってみたら全然違う。うちあれだね、視点に相当混じってるよね多分ね、こんな感じ。うん、混ざってるですね。これはこれだけで分けといた方がいい。そうですね、水道を、てもらえれば。そうなんだ。これちなみに何あの表だと何になるんですか。でもステンレスでいいと思いますよ。あ、ステンレスはステンレスな、はい、ただ明らかにもちょっとイブついてるのが多ければ雑品にしますけど、うん、お客さんはステンレスを持ってきてるので、うん、ここはちょっと、まあ、少なければちょっとダストで調整するとか、うん、これアルミの柄なんですけど、
延べ川って言って、こういったちょっと芋のみたいな感じで、はいはい、こういったものはもう全部混ぜて、これは今何と分けてるの？これはあの延べ川って言うんです。延べ川、はい、アルミの芋ですか？アルミの芋の、はい、これもアルミの芋です。じゃあ質が、じゃあ悪いアルミって一番、これが一番あの下のアルミですか？なるほど。あ、キャタツ、キャタツ延べ川だったので、延べ川このアルミ雑品、はいはい、っていうのが大体ですね、あの鍋とかこういった感じで大体ごちゃ混ぜて、はい、これは鍋でいいですか？アルミの雑品、これは雑品になりますね。雑品になります、はいはい、アルミだけですね。アルミ、アルミ。でもこれフライパンとかってここ鉄入ってたりするっすよね、うん、これは鉄入ってるの、 IH の鍋があると思うんです、はいはい、あれはもう鉄くずですから、はい、磁石につくのはもう鉄なので、鉄スクラップなので、じゃあここは全然磁石に反応しない。そうです、そうです、そうです。逆に、鍋類とかもあるんだればこういった袋にまとめてやってもらえれば自分なんかもすぐ計量できるので。なるほど。これアルミのビス付きっていうのは、ビスとか外す時間とかあるんですか？今外す段階でやってます。外すのであれば外した方がいいです。幅が違うんですよね、はい、でもしこのビス付きであまり程度悪いものであれば135円なんですよ。で、このビス取ってもらっていい感じになってれば165円で取るので、極端な話なんですけど30円、はいはい、変わるんで、もし抜けるんであればじゃあできるだけ取った方が、単価の方が大きいので、もしあれだったらやった方がいいかもしれない。なるほど。その辺の指導が助かるさ、要はどこまでシビアにやればどう変化するっていうのがうち大事だから。南西さんによるラジエーターのバラし方講座。めんどくせんですけど、半分外してですね、あとハンマーで叩けばすぐ外れるんで、以前はサンダーで切ってやったんですけど、それより多分これの方が早いかもしれないです。ありがとうございます。クレソン、クレソン食べよう、クレソン、クレソン君とみんなを